ございます。わあ、やりたい。お願いします。お願いします。わあ、やばい。月を越えて月光を浴びて背中に浴びるぐらい突き抜けて新しい景色を一緒に見に行こうっていうのがあのコンセプトなんですけど、あの夜星が綺麗なところで初めて僕が作った曲で、あのその先に何があるんだろうっていう気持ちと今からデビューする気持ちが本当に似てるなと思って、まあ、空に例えて作った曲です。やっぱ全部正直あのめっちゃ綺麗じゃないですか、ミュージックビデオ全部綺麗なんですけど、最後のラッサビの時にもう会場全体が見えるぐらいこう開ける映像になるので、そこはすごく迫力があっていいなと思ってます。はい、今 MV 撮影、はい、最後のサビの撮影終わりました。緊張しております。やばくないこれ。あーちょっとピントが合わないな。まあ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 、あのすごい逃げ方逃げ方楽しかったこと、やっぱミュージックビデオを作るまでの過程がすごく楽しかったです。もう映像どんなのになるんだろうとかワクワクしたし、あと僕あのミュージックビデオの現場にあの差し入れ持って行ったじゃないですか。だからそのぐらいめちゃくちゃワクワクしてたんですよね、当日が。まあ1日で全部撮るっていうことだったからすごく忙しくはあったんですけど、その撮影が楽しみで、メイクとかも好きだし、よく全部が新鮮で楽しかったし、 MV 終わって撮影終わってめちゃくちゃダッシュで TikTok 撮ったことですね。めちゃくちゃダッシュで TikTok 撮ったんです。もう本当に時間がなすぎてめっちゃすぐめっちゃすぐ撮りましたよね。もう急いで2パターン撮ったのがすごく思い出です。今まで、たくさん応援していただき本当にありがとうございます。僕のこの作品が皆さんに届くということですごく嬉しいですし、皆さんのおかげでここまで来れたと思ってます。はい、とはいってもここからがスタートなので、この曲をたくさん愛していただいて、そしてこれから僕もたくさん曲を出していくつもりなので、ぜひ皆さんこれからも応援よろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。